三界行図へ禅蔵の除下、三界行は中国の地理書。中国古代の戦国時代から新朝、漢代にかけて徐々に不可執筆されて成立したものと考えられており、最古の地理書とされる。三界行は強敵な地理書ではなく、古代中国人の伝説的地理認識を示すものであり、基礎扱いされている。弊社はおよびその治水を助けた。 白液であると女などに固くされているが、実際は多数の著者の手によるものと考えられる。内容のほとんどは各地の動物、植物、鉱物などの産物を記すが、その中には空想的なものや妖怪、神々の記述も多く含まれ、そこに古い時代の中国各地の神話が伝えられていると考えられている。そのため、後世へ失われたものの多い中国神話の重要な 基礎資料となっている。もともとは、絵地図に解説文の組み合わせで構成されており、三回図業と呼ばれていたが、古い時代に、すでに絵地図も失われてしまっており、現存もしていない。そのため、現在残されている画像は、三回行本文にある文章から逆算された、構成の創造によるものであり、伝来する系統によって、全く違う画像となっているものも存在している。また、 本文も当初そのままのものは伝来してはおらず、構成に編集、再構成が施されているため、各所各所で復元のされていない、箇所、再構成によって方位など、文位の不明確な箇所も存在している。ご倉山行では、本文中にその巻に登場した山の数、距離を合計して何にあるかを示す文章が登場しているが、おおよそ本文に示されている、山の数。 距離と計算があっていない。これは復元されずに消滅してしまった文章が存在しているためであると考えられている。構成している相変数、相関数には時代によって異動があり、竜が関室に建てまつった際には伝わっていた32編を肯定して18編としたとされている。漢情、芸文史では13編随書形跡史や新登場。 芸文史では23巻、旧東初、形石史では18巻、日本国見在所目録では21巻としている。原稿本は、精神の各白のつてを伏しており、五部十八巻となっている。河南省の洛陽近郊を中心として叙述されている五倉山行は、時代を追って成立した本書の中でも、最古の成立であり、儒教的な傾向を持たない、 中国古代の原始産学信仰を知る上で貴重な地理的資料となっている。地理学者小川拓司は洛陽を中心としている点、後の儒学者たちが排除した伝説や鬼神の多く登場する点、西王母が鬼神のような描写である点から、五倉山行の部分の成立は当州の時代ではないかと推定をしている。日本へは平安時代に伝わり、江戸時代には、 漢本として流通していた。五倉山行とも、三海行の最も核となる内容を有する。古くはこの山行に属するものだけが存在していたと考えられる。主に異国についての情報を記している。五倉山行に付け加えられたものであると考えられる。古代においては、三海行は越図としても構成されており、山、川、海、森林などが書き込まれ、そこに、 神、人物、動物、植物、鉱物が描かれていたと考えられている。とりわけ現行の三海行の特に海行に属する本文に存在する、灰に持って東に向かって立つ、机に持たれる東を無機ン,ンの上に立つなどの描写は、本来は絵地図上に描かれた画像そのものの形を示していたと見られている。現在確認されている。 三階行の図を持つ文献には以下のものが主に存在する。いずれも明の時代、あるいは真の時代に作られた版本などであるが、この他同種の絵巻物も存在していたと見られている。三歳図絵などの類書には三階行が資料として引かれており、神、動物、異国などの情報と絵が収録されている。また、明の時代に中賀明の描いた絵巻物、 百獣図にも三海行に由来するものと見られる動物などが多数描かれている。日本では江戸時代に描かれた絵巻物などに三海行の半本に描かれている神や動物を描いたものが確認されている。ただし記された情報に作装など多くが見られることから三海行の原文そのものを資料としておらず、中間に別の資料があり、それらを参考にして描かれたものであると、 考えられている。ありがとうございます。